皆さんこんにちは。エミチャンネルで活躍した大御所司会者である上沼恵美子さん。今回は上沼恵美子が突然死の真相と急性アルコール中毒で緊急搬送された病状や息子の離婚理由と現在の職業について紹介します。まずは上沼恵美子の履歴とプロフィールから紹介します。上沼恵美子は実の姉妹で結成された女性漫才コンビ海原千里万里の妹海原千里としてデビューした元漫才師で、現在は本名の上沼恵美子名義で歌手タレントとして活動しています。中学卒業後の1971年に漫才師海原千里万里の海原千里としてデビューし、高校生とは思えない卓越したトーク術で一躍人気タレントとなりました。幼少期からのど自慢で何度も優勝する歌唱力の持ち主で、歌手としては1975年にレコード大阪ラプソディが40万枚を売り上げる大ヒットを果たしました。タレントとしては関西ローカルを中心に活動しており、上沼高田の釘付けや上沼恵美子の心晴天など数々の看板組を持っています。長年芸能界で活躍してきた功績から、現在はお笑い界の女帝ポジションとなり、2007年より M1 グランプリの女性審査員を務めています。上沼恵美子の国籍について、日本ではないのではないかといった噂があるようですが、国籍は日本の可能性が高いでしょう。上沼恵美子の出身地は兵庫県淡路島にある三原郡福良町で、両親や祖母も日本人のようです。国籍が日本以外であるという情報がないため、生粋の日本人と見ていいのではないでしょうか。しかし上沼さんは現在も元気に活動しており、 YouTube に投稿された上沼恵美子が死亡したという動画はデマであることが判明しています。上沼恵美子さんは最近のラジオ番組で YouTube に投稿された自身の死亡に関する動画について言及し、デマであると明かしました。またギャンブル依存症の問題を取り上げた番組に出演し、自身の過去のアルコール依存症について振り返るなど積極的に活動を続けています。今後も上沼さんの活躍に注目が集まるでしょう。上沼恵美子は20歳だった1975年に出演した関西テレビ日曜ドキドキパンチがきっかけで、生涯のパートナーとなる相手と運命の出会いを果たしました。上沼恵美子の結婚相手は当時関西テレビのディレクターで、その後関西テレビ常務取締役制作局長に出世したテレビプロデューサー上沼新平です。夫上沼新平は両家の子息で、父親は元毎日新聞論説委員、母親は大地主の令嬢という家庭に生まれています。そのため夫の親族親類全員は芸人である。上沼恵美子との結婚に猛反対していましたが、反対を押し切る形で1977年5月22日に結婚に至りました。結婚後、上沼恵美子は姉との漫才コンビ海原千里万里を解消し、芸能界を引退して専業主婦となりました。しかし自分には専業主婦は耐えられないとの思いで、結婚翌年の1978年には芸能界に復帰しました。上沼恵美子の長男はもともとは整骨院をやっていたことが判明しています。2013年頃には一般の方がツイッターで上沼恵美子を見かけた、息子が整骨院を開業するとかで、それの挨拶回りみたいとツイートしています。整骨院の場所は、上記の上沼恵美子の目撃場所が大阪府豊中市岡町だったことから、その周辺にあると思われます。しかし整骨院の名称や詳細な住所は公開されていませんでした。その後、現在は整骨院を辞めて上沼恵美子の個人事務所のマネージャーやスタッフをしているようです。こちらも一般の方のツイッターに言ってた、整骨院の先生が上沼恵美子の息子だった母親のマネージャーをするために辞めたと綴られています。これらの情報が事実であれば、長男は現在は上沼恵美子の下で裏方スタッフとして働いているようです。上沼恵美子の長男上沼星太郎は結婚と離婚を経験しています。2015年9月に一般女性と結婚し、ハワイで結婚式を挙げたことが公表されました。長男が結婚した際には上沼恵美子も取材に応じ、ようやく肩の荷が下りたとコメントしています。しかし結婚からわずか半年後の2016年2月に離婚していたことが判明しました。
離婚理由はどうやら嫁姑問題が原因で、嫁と上沼恵美子の関係が悪かったことが離婚に至る理由だったようです。長男の嫁は一般女性のため芸能界には縁がなく、その一方で上沼恵美子は若い頃から芸能界一本で生きてきました。上沼恵美子は礼儀作法に厳しく、逆に嫁はおっとりとした性格で、その正反対な性格が原因でハワイの結婚式の時から関係に亀裂が生じたといいます。嫁はハワイの結婚式帰りの飛行機の中ですでにこの家に嫁ぐのは無理とこぼしていたようで、帰国してすぐに離婚へと至りました。上沼恵美子は長男の結婚に際し、結納金や結婚式費用はもちろん、夫婦の新居の支度金までかなりの金額を用意していたといいます。そのためスピードリコンになったことで、あの嫁は金目当てだったのかと激怒したという話も残されています。その後長男が別の女性と結婚したという情報はないので、45歳となった現在も独身の可能性が高そうです。タレント上沼恵美子が6月24日パーソナリティを務める ABC ラジオ上沼恵美子の心晴天に出演、自身が生出演した22日正午に放送されたサンテレビの開局55周年記念特別番組上沼さんテレビについて振り返った。兵庫県淡路島出身の上沼は1986年10月スタートの女の悩みなんでも相談に出演し、番組名がズバリ悩みお任せに変更後も96年まで10年間にわたって番組の顔となっていた。サンテレビには28年ぶりの出演だった。感動して震えました。昔の神戸の街並みであるとか懐かしい映像で振り返ることができ、幸せだなと思った。若かりし頃の自身の VTR なども放映された。皆さんが上沼恵美子というタレント像を持っていらっしゃったら、あそこで培われた。なぜかというと、好きなようにさせてもらった。台本があってないようなものだった。タレントとしての原点があったとした。局入りする際には社員やスタッフがロビーの出迎えがあり、大きな花束で28年ぶりの凱旋を祝福してくれたという。嬉しいよね、やっていたよかった。5年前に引退しようと思っていたけど、しなくてよかったと思うのはこの前の土曜日にあったような気がする。控え室は社長室の横にあり、社長はじめ幹部が気さくに挨拶してくれたという。在阪局でよくやらせていただいた局もあるけど、社長と会ったこともないもんねと話し、8チャンネルは1回も会ったことないもんね、タカピーやね。5年前に打ち切りとなった上沼が MC を務めたカンテレの長寿番組解決エミチャンネルの話題を持ち出し、あごめんなさい、心のなんかささやきが出てしまったとフォローした。サンテレビの熱烈歓迎ぶりを振り返り、この年になると生きていてよかったと思うことはそうそうないとしみじみと語った。5年前を振り返り、裏切りに遭いましたね、どかふんとジャンプしてそこへ落ちていった。ちょっとしんどかったと当時の心境を語った。乗り越えて乗り越えてというよりも、実はこの5年なんかぼやーと過ごしてきたと話し、やっていてよかったと土曜日に実感した。こんな番組を作ってくれる32歳の私のこんな VTR を残してくれている、最高の充実感を感じたことを明かした。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。